ワフジール峠は、ヒンドゥクシュ山脈及び、パミール高原を越える峠であり、アフガニスタンと中国を結ぶ、唯一の経路であるワハーン回廊上にある。アフガニスタンのワハーンと、中国、新疆ウイグル自治区のタシュクルガンタ軸自治系を結び、標高は4923メートルである。現在、峠を越える道に、正式な国境検問所は存在しない。アフガニスタンの自国体は、 アトックプラス4、30、中国の時刻体は、アトックプラス08、00であり、アフガニスタンイコール、中国国境における時差は3.5時間となる。これは、世界で最も時差の大きい国境である。北には別の峠があるため、中国側では南は富士いる峠と呼んでいる。現在、峠を越える道は存在しない。中国側は、峠付近の地域は、 軍人だけがが立ち入るることができる国境には9 2キロメートルの有刺鉄線の柵が建てられており、峠の東から2 0キロメートルの結果トゥールークには中国の国境警備の全焼基地がある。2009年夏、中国国防部は国境から1 0キロメートル以内に国境警備隊が使用するための新しい道路の建設を開始した。その道は、 タグドゥンバシパメイルルを経由して80キロート離れたカラコルムハイウェイにつながる。ワフジール峠の東の中国側にある谷はカラチュグ谷と呼ばれている。訪問者に対しては完全に閉鎖されているが、その地域の住民と牧畜民には通行が許可されている。中国はそれを中国におけるワハアン回廊の一部と呼んでいる。アフガニスタン側の道路は 峠から約1 0 0トルのサルハットまで悪路である。峠のアフガニスタン側のすぐ下には標高4 5 5 4ルの氷の洞窟がある。これはワフジル川の源流であり、その川は最終的にはアムダリア川に流れる。したがってこの洞窟はアムダリア川の源流とされている。パキスタンへのディラサング峠は約2 0トル離れた同じ谷にある。 ワフジール峠はシルクロードの一部である。649年頃、現状三蔵がインドから中国に戻る時にこのルートを通ったと伝えられている。峠は1年のうち少なくとも5ヶ月間は通行不能であり、残りの期間でも通行できなくなることが時々あった。峠周辺の地形は非常に険しいが、オーレルスタインは峠へのアプローチが非常に簡単であると報告した。 外国人によるこの峠を通り抜けた記録はほとんどない。歴史的にこの峠はバジョールの商人がバダフシャンとヤルカンドの間の通称ルートとして使用していた。マルコ・ポーロはこの峠を通ったと思われるが、彼は峠の名前について言及しなかった。イエズス会の修道士弁ントでゴイスは1602年から1606年にかけてワハーンを越えて、 中国に入った。この次に古い記録は19世紀後半のグレート、ゲームの時代のものである。1868年、インドの大三角測量に従事していたミルザと呼ばれる先住民測量者が峠を通過した。1874年には、英陸軍のトーマス・エドワード・ゴードン大尉。1891年には、フランシス・ヤング・ハズバンド。1894年には、 カーゾン峡が峠を通過した。1906年5月、オーレルスタイン峡が峠を通過し、片道でポニー100頭分の物資しか使用していなかったと報告した。それ以降、峠を通過した西洋人は1947年のビルティルマンのみである。中国とアフガニスタンとの境界線はグレートゲームの一環として1895年に、 イギリスとロシアの間の合意により確立されたが中国とアフガニスタンとの間での合意はなされていなかった。中国とアフガニスタンは1963年に国境を確定した。最近ではワフジール峠が提供土薬物の密輸ルートとして使用されアフガニスタンで製造されたアヘンを中国に輸送するために使用されていると考えられている。アフガニスタンは 経済的理由やタリバンとの戦闘のための代替補給ルートとしてワハーン回廊の国境を解放することを中国政府に打診している。しかし中国は回廊に接する新疆ウイグル自治州の情勢不安を主な理由としてそれに抵抗している。2009年12月アメリカ合衆国が中国に回廊を解放するように要請したと報告された。ありがとうございます。